さて今回はクロックです。これは GE のクロックです。モデル名とかはなくて単なるクロック。クロックっていうくらいだから置き時計なんだと思います。開けていきましょう。なんかパッケージがかっこいいかも。単なる蓋です。本体がシンプルで綺麗ですね。白が表面なんですかね。付属品が下に入っていました。本体の裏は黒でした。立てるための台。カードが入っていました。中国語は読めませんが、この時計を作っている工場の人でしょうか。さて設置していきます。透明な台に乗せるだけですね。そのまま置いても立つことは立つんですが、台に置くとちゃんとまっすぐの位置で固定されます。このダイヤルの出っ張り部分と合わせてありますね。表面はクリア。マットなわけはないですね。曇りガラス見たくなっちゃいますからね。ピンは上下に移動でき、マグネットで固定されます。ピンは4本あります。右上のダイヤルを回してみます。1時間分というか5分分というか、30度動くとマグネットで固定されます。すべてのピンが上だとどこを回しても全部回りますね。一つだけ下にし、そこに近いダイヤルを回すと、ダイヤルに一番近いものだけが回転しますね。それ以外のダイヤルを回すと残り全部が回るようです。下がったピンに近いダイヤル以外の3つのダイヤルは、回すと同じ動きになります。左のピンを縦に2つ下げてみます。右上のダイヤルを回すと左端一列が動きませんでした。いろいろ試してみます。お、縦2つ下げた側のダイヤルを回すと上と下だけが回る。下げてない側を回すと左端が全部回らないのに。そういえばこれ裏面もあるんですよね。表を回した時に、裏はどう回っているのか、全部回して裏を見てみます。ダイヤルに近い右上、右下、左上、左下の4つが回った。ピンが一切ない側のダイヤルを回すとそうなるんですね。結構ピンを上下した時の回転パターンが多そうです。全部上、全部下、一つだけ上、二つ上隣接、二つ上対角。多分それで全部ですね。その時に、裏側も回ってしまうので結構大変そうです。これ、12時のところに赤で印がついていますね。白面にもついている。結局今の時刻に合わせることが難しいです。作った人はどういう考えで作ったのでしょうか？まるでパズルです。実用に耐えません。とりあえず自由自在に各針を動かす法則を考えますか。端っこ一つだけを回すのは簡単そうですね。上二つを下げると左右の端が回ります。スクランブルしてみますか。混ざっているのかよくわかりませんが、各針がずれてればいいのでしょう。なかなか崩れませんが、3倍速。量はこのくらいにしておいてあげましょう。謎。ノープランで揃えていきます。2つの針が揃ったので左右を12時にしてみますか。合いました。角は押し込んでれば単体で回るので、X1 の4つは簡単に合いますね。中央の1つは合いませんね。次は中央以外の上下左右を揃えてみますか。全部回せば左以外の3つが12時になりますね。左はどうするんだ？左以外を回して迎えに行ってみます。4つの針が揃いました。戻すと、10時1の針が揃いました。4つ角がずれてしまったので直します。角単体を回すのは簡単ですね。裏がどうなってるか知りませんが、表だけならそんなに難しくないですね。裏を見るとダイヤルの R1 の4つの針は合っています。偶然揃ったのか、必ずそうなるのかまだわかりません。裏の10時1の針を全部揃える必要があります。右の1つは偶然揃ったのでしょう。左の中段を揃えてみます。60度迎えに行って拾って帰る。揃いました。下の中央を揃えてみます。揃いました。上は、上以外を回して、5時まで迎えに行って拾って帰る。上下左右が揃いました。この状態で裏はどうなっているのか？10時1が全部揃っていますね。ダイヤル1を合わせてみましょう。1つ目を合わせたら、裏の角は一緒に揃うけど、その近くの3つが巻き込まれて回りますね。これ角単体を合わせるのって、裏をずらさないようにすることを考えると、パッとは浮かびませんね。とりあえず白面だけ揃えてみます。ここからならダイヤル1を合わせるだけですね。ダイヤル1の4つだけ揃っているわら。10時1は見る影もなく崩れています。10時1を揃えてみますか。上を揃える。左だけ回らないパターンで上の針で迎えに行って拾って帰る。これですね。左の3時に合わせる。両方を回して12時に合わせる。下は下だけ回さないで上と左で迎えに行って合わせる。右は右を回さないで上左下で迎えに行って揃える。真ん中は合ってませんが、裏はどうなっているのか？3つは同じ向きですね。12時にしてみます。裏の上下左右は崩れませんね。真ん中はよくわかりません。真ん中を12時にすると他が大幅に崩れそうなので、戻してダイヤル1を4つ揃えてみます。ここから黒面の真ん中を揃えてみますか。これで X はできる。右上と左下の針で迎えに行く。十字と右上はあったけど、真ん中がずれたー。4時を指している。結局真ん中がよくわからない。4時を指す真ん中の針。X にはできる。わら。真ん中は合わない。4時を指す。もう本能の赴くままに揃えてみる。4時を指す真ん中の針、一面は簡単だといったフラグを見事に回収。散々やってわかりました。左と下を回さないで真ん中を回せた。右だけを回したい。多分そんなことはできないんですよね。なんか偶然かもしれないけど一面揃いました。裏は X1 は合ってますね。白面だけか、黒面だけはなんとなく揃えられます。次回まで揃えられるようになっておきます。今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。